皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです、今日はですね、美容室に行くんですが、もうこんな感じ。以前私5時間拘束の美容室動画を出したと思うんですけども、そこのお店でずっと担当してくれてた方が、独立しまして、そしてその独立した自分のお店っていうのが、なんと車椅子でも対応ができるお店にしたということで、今日初めて行くので、どんな感じなのか楽しみです。で、なんかちょっとなんでそういうお店にしたのかとかっていうのもいろいろお話聞けたらなというふうに思います。パムヘアって呼ぶの？パムヘアでございます。やばいスポットじゃん。あの看板映えスポットにしました。はい、おお、さすがです。すごい。手すりつけてくださいって言われた。手すりはね、あのそのうちつけます。介護保険使って。すごい。でもここちょっとだけ段差あるんですよ。ここも行けちゃいます。私も行ける。おお。あ、このクッション邪魔ですね。ありがとうございます。あ、すごい。こんな感じです。おしゃれ。シャレオツですか？シャレオツ。まだ新しい匂いがする。ファムヘア初潜入。どうでしょう。手すり欲しかった。ここも手すりあった方がいい、うん、どこどの辺の位置にあったらいいですか？なんか一応規定のさ、うん、高さがあるんや、手すりって。はい、ルール的な。あ、ここにってことですか？そう、だから壁からさ、こう出せるやつがあるんや。へぇ。そう、まあ大体両方だから。あ、両方か。へぇ。金上げ式だから、行かないときは上げてられる。ああ、こういう感じ。ああ、金上げ式。じゃ今度教えてください。ビクシルとか飛んでるとか。もう一回入れますね。ちょっといいですか？入って、普通に、広さ的には。広さ的には、私は大丈夫。おー、ほう。よかった。あと、じゃあでも手すりあればもっといいって感じですね。わ、うん、かりました。じゃあそこはそのうち手すりです。はい。でそのままここ行くと、鏡の高さもバッチリ。でかくしといたんすよ。あ、でかくしたの？でかくしましたよ。なるほどね。もう来た、車椅子の人。おばあちゃん。あの、でもほら、その施設の人が一緒に来たりなんて、はい、です。常に被ってますからね。中にはそういう人もいる。あ、全然。てか YouTuber として生きてる人なんて少ないからね、そもそも。まあ、そうですね。目頭ぐらい。目頭もお休み中じゃん。こんにちは。どうも、こんにちは。じゃあ質問、はい、質問していきます。はい、お願いします。はい、どうしよう。なんで、はい、どうしてこう車椅子の人が、はい、てかそもそもこの店舗は車椅子の人も来やすいような作りを考えて作ったんですか？そうです。あの、車椅子でも来れる美容室っていうのも一つコンセプトにしてて、うん、まあ、まこさんもそうですし、うん、まあ、家族であの車椅子を利用する人っていうのはやっぱりいるので考えたっていうのもありますけど、やっぱり若い頃から、美容師っていうのもやっているんですけど、まあ、福祉とか、うん、そういったところにもちょっとやっていきたいなっていうのがあって、うん、それでだったら美容室でそういう介護が必要な人とかも来やすいようなお店にしようっていうので、うん、まあ、駐車場のスロープとバリアフリーっていうのでやりました。うん、もうやるってなったら絶対それをやるっていうのをずっと思ってたってことですね。ずっと思ってたわけではないですね。その美容師をやってて、一回美容師をやめようって思った時に福祉をやろうって思ったのがあって、うん、で、まあ、あの鶴岡で美容師やってて、うん、まあ、おっさんと出会って、うん、まあ、車椅子の人ってこんな大変なんだみたいなところで、うん、あの自分のお店やるときは絶対そういう作りにしようっていうのは。まこちゃんもちょっと絡んでる。まこちゃんも絡んでる。大いに絡んでる。だから発想的には、その福祉もやりたいんだけど、何、
老人ホームとかそういうところに行こうとかぐらいだったのが、お店でもできるんだっていうのが、うん、まこちゃんとこうあのお店でやった時に、うん、あじゃあ俺もそういうのをもっと来やすいお店にしようっていうのは、うん、そういうことです、うん、はい、ちなみに建てる時って、はい、その工務店さん大工さんは、はいはい、なんかそういう知識があったの？なんか車椅子、知識というか、まあ、スロープ、一番最初にその駐車場の作りで、うん、スロープは絶対つけたいっていうのと、うん、車の台数何台止められるかっていうの、うんうんうん、結構ギリギリのとこで、うんうん、でそのお店からの距離とかでそのスロープの角度とかもこのぐらいになるっていうのを話しながら作ったので、うんうん、もう最初の時点で伝えていたので、うん、ただまあそのスロープ自体はやったことはもちろんある工務店さんなんですけど、うん、それをこう考えたお店作りっていう美容室はあまりなかったみたいなので、はい、なので例えばトイレとかだったり、うん、このフロアとかっていうのも、うん、その幅とかっていうのは車椅子でも大丈夫かなっていうのを一応考えながら話して作ったって感じです、うん、なるほどですね、はい、じゃあでも今後今車椅子の人は私だけ、うん、おばあちゃん、あ、おばあちゃん、うん、おばあちゃん、まあ、その車椅子じゃなくても0歳児からの子連れでもいいですよっていうのもあるんですよね、うん、もうその一つのコンセプトであって、うん、一緒に来て、うん、ここで やれるように作るんですね。じゃあ私も周知頑張ります。はい、お願いします。インフルエンサー。大丈夫です。いってらっしゃい。いってらっしゃい。蛇の頭を持つメデューサ、あ、メデューサみたい、今メデューサみたいな、うん、この広場にあたりで寝ていくの、いや、まあ、ここだけちょっと太めに撮ってるとこあるんで、あとは全体、さっき根元はもう入れてるので、国有地自由に入っていいところがあるからさ、はい、で毛先まで行ったら毛先を外側に、へぇへぇ、うん、で、だけ長ければここにまたへこみを作る、外側にここに入れるんだけど、うん、耳近いんで気をつけてもらいたいんで入れなくてもいいです。あ、そういうことか。そうするとこういう感じになるんです、はいはいはい、うん、この時にこうちょっと前に持ってくるような感じ、うん、